春の目覚め作戦、春の目覚め作戦、春の目覚め作戦、独、オペレーションフリューリンザーウォーケンは、1945年3月6日から3月15日にかけて、ハンガリー西部のバラトン湖周辺で展開された、第二次世界大戦における、ドイツ軍の攻勢。バラトン湖の戦い、プラットンシャフェンジブとも呼ばれる。中央ヨーロッパにおける、ソ連赤軍は、 1945年1月から構成を開始2月14日に首都ブダペストを占領した。ヒトラーは戦争継続のためには石油の安定供給が絶対不可欠という考えからハンガリー油田を重要視していたためハンガリー戦線での主導権を取り返し油田の確保とブダペスト奪還を起とした。1月から展開されたビスワ川からオーデル川への 赤軍進撃により、すでに赤軍前線から首都ベルリンまで100キロ以内に迫り、ベルリン総攻撃は間近と見られていた。このため、ハインツグデイリアン上級大将をはじめとする陸軍参謀本部は、ベルリン正面の防衛を最優先すべきと考えていた。また、ハンガリーは、副次的戦線であり、戦局の大勢には影響しない上、ドイツ軍にはすでに攻勢に出るだけの余力はないと、 判断していたため、かねてから、ベルリン正面の防衛に、物資や兵員を優先して送るよう求めていたが、ヒトラーはこれらの意見を却下し、春の目覚め作戦開始を決めた。作戦は、ハンガリー南部を担当するトルブーヒン大将のソ連、第3ウクライナ方面軍を、バラトン港を挟んだ南北から、攻撃、分断することで、ハンガリー西部における赤軍の軍事的脅威を、 完全に排除するとを目指した。南方軍集団のディートリヒの第 6SS 総甲軍とヘルマンバルク大将を率いる第6軍の第3総甲軍団が主攻として共同でバラトンコ北側から出撃して第3ウクライナ方面軍を攻撃、ブダペストを奪還するとともにドナウ川に進出する。また、助攻としてバラトンコ南岸に配置した同集団の第2総工軍は、 バラトンコ南側に展開する同方面軍の攻撃に当たり、油田地帯を確保してドナウ川に進出する。南にあるバラド川のハンガリーとユーゴスラビアの国境からは E 軍集団の2個軍団が北進して、同じく同方面軍の攻撃に当たる。最終的にはドイツ側の3つの軍は合流し、ドナウ川西岸から赤軍を相当する構想だった。 しかし赤軍は事前にこうした攻勢の可能性を察知し、ウィーンへの攻勢を準備しつつ、攻勢が予想される地点に、クルスク戦と同じくパックフロントと呼ばれる防御陣地を構築していた。武装新鋭隊の SS 第6装甲軍の第 1SS 装甲軍団、第 2SS 装甲軍団、第 1SS 騎兵軍団と、第6軍の第3装甲軍団は、 3月6日からバラトン湖とベレンチェ湖の間から攻勢を開始した。この攻勢は左翼が北東と東に向けて進撃してブダペストとドナウ川への到達を目指し右翼は南東に向けて進撃してザルビッツウンガ沿いを通ってドナウ川への到達を目指した。第二総攻軍はバラトン湖南岸から東に向けて攻勢を開始ユーゴスラビアからは E 軍集団の2個軍団が北に向けて攻勢を開始した。赤軍の堅固な対戦者陣地や砲撃による激しい抵抗にあいながらも、SS 第6装甲軍は進行を続けたが、戦闘地域がザルビッツ運河と塩運河がドナウ川に向かって流れる湿地帯だったため、雪解けと降雨により丁寧化し、自動車道路以外の戦車による進撃は難しく、 赤軍の激しい抵抗などの悪条件なども重なり、進撃はなかなか進まず、15日には、第 2SS 装甲軍団が、作戦前の戦線から20メートルの地点のザルビッツー運河と塩運河が合流する、シモントルニャ付近に達したが、ここが、最大進出点となった。また、第2装甲軍と E 軍集団の2個軍団の進行は、赤軍の抵抗によりほとんど前進できず、 作戦開始から9日後の15日で完全に停止した。ドイツ軍の攻勢に耐えていた赤軍は、翌16日、ブダペスト西部からウィーン攻勢を始めると、主力を温存していた第3ウクライナ方面軍は、反攻に出た。すでに天候は回復して、ドイツ軍を悩ませていたデーネーはなくなっており、最初に同方面軍の第4、第9新英軍が、 ベレンツェ湖の北にあるブダペスト方面から進撃を開始、その後、他の赤軍部隊も進撃を開始したため、ドイツ軍の戦線に大穴が開いてしまい、背後を突かれて逆に包囲される危機に直面した。しかしヒトラーは包囲される危機に直面しても、ドナウ川に進撃せよとの命令を下し、21日には SS 第6装甲軍の構成地点の近くにある。 聖ケシュフェヘールバールの死守を命令した。しかし SS 第6総甲軍は、その命令を無視し、逆に赤軍の包囲を避けるため、西に向けて退却を始め、10日で 100km 以上、押し戻されてしまい、バラトン湖から撤退どころか、オーストリアに向けて敗走て作戦は完全に失敗に終わった。結果的には、戦略的に重要でない戦線で、 貴重な戦力を音に消耗してしまい、ドイツの敗戦を早める形になってしまった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。